こんにちは、カップ麺リスペクトです。今回いただくのはエースコックセコマ野菜たっぷりちゃんぽんになります。エースコックさんっていくつかお得意ジャンルがあるんですけれども、その中の一つが僕野菜だと思ってるんですね。あとコテコテの中華麺じゃない、例えばうどんとかそういう得意分野があるんですけれども、そこにズバッとハマるとね、お値段お安め設定で小粒ながらも満足させてくれるんじゃないかなと期待しております。はい、よろしくお願いいたします。いただきます。野菜がたっぷり入ったホタテや魚介のちゃんぽんです。エースコックセコマ野菜たっぷりちゃんぽんでございます。はい、それではまずは一口いただきます。あ、油揚げ麺の香りです。油揚げ麺の香りです。はい、それではいただきます。コシがある、噛むのが楽しい、この麺。うん、美味しい美味しい。あ、まろやかちゃんぽんスープですね。練り物が入ってんのかな？練り物っぽい魚介の感じがこう、舌の上をずーっと撫でてってくれる。はい。ということで、この商品を楽しむためのポイント参りましょう。ガナ、商品のポイント。はい。まずは、野菜がたっぷり入ったちゃんぽん。生野菜換算 50g 以上。ありがとうございます。普段野菜をあんまり食べる機会がないので嬉しいです。次、キャベツやオニオンなどの野菜の旨味、ホタテや魚介の旨味を加えたまろやかなちゃんぽんスープ。あ、まろやかです、本当に。うん、まろやかちゃんぽんスープです。はい、大変かつ。おしゃべりしながらいただきます。あれ、これ美味しいわ。あの、最近エースコックさんの、例えばコストコさんの MSG フリーカップラーメンとか、いろんなタイプの商品いただいてるんですけど、その中でもこう丸刃で中細系で、噛むときにバツンっていうのよりも全体を噛むときにコシを感じるタイプの麺ですね。これ美味しい美味しい美味しい、ぴったり合ってると思います。うん、これ麺シンプルな味がしますね。材料シンプルかな？原材料。小麦粉、植物油脂、食塩、醤油、砂糖。あー、シンプルですね。チキンエキスとか卵とか入ってない。うん、美味しい。この麺美味しい。結構噛んでても、あ、小麦っぽいって感じがする。美味しい麺です。ホタテは言われればわかるけど、練り物から出てるっぽい魚介エキスの方が、わーっと口の中に広がる感じですね。ちゃんぽんスープも美味しい。実はこれちょっと不安だったんですけど、調理工程でお湯を入れるときに内側の線が見えなくて、あれ、どこまでお湯入れればいいのってちょっとね、控えめにしといたんですけど、ぴったりでした。よかったよかった。うん、麺もいいな、ちゃんぽんスープもいいな。エースコックさんって野菜がまずお上手なんですよね。で、コテコテの中華麺じゃないタイプの油揚げ麺が割とお得意。それがよく目立つのがうどんなんですけど、あとは僕が認識している中では、この商品と直接関係ないですけど、カレーがお上手ですね。といったいい点がこうよく出てるような気がします。はい。あら、ちょっとずれてる。はい。いや、よく出てるような気がします。はい。美味しい美味しい。うん。
はい、それではここでこの商品の概要については動画の説明欄にありますが、そこからトークで補足をする形でお話をしたいと思います。ブランドはセコマさんですけれども、製造はエースコックさんの東京工場。こちらはセコマさんの建型って今まで結構見てきてますけど、みんなここですね、東京工場ですね。あの山わさびラーメン会とかセコマさんから出てる建型で、エースコックさんの東京工場以外っていうのは僕まだ見てないです。それ以外どんなものが製造されてるかっていうと、わかめラーメン、だから丸馬、昔懐かしいところでいくとラーメンもっちっち、野菜タンメン塩、これ野菜つながりですけど、そんなところは製造される。価格は128円。こちらはセコマさんの公式のオンラインショップのケース販売のもの、12個セットのものですけど、そちらの値段を12で割って1個あたりのお値段を出すと128円ということになります。おそらく実売はもっと安いと思います。麺種別は油揚げ麺、内容量は 58g、 麺 45g。 これ夜中にこれ目の前にあったらそそられますね、これ夜中2時ぐらいにお湯入れちゃいますね、きっとね。はい。エネルギーは251キロカロリー。三大栄養素と食塩相当量を見ますと、この量だったらまあまあこのぐらいだよねっていう範囲だと思います。売ってるお店はもちろんセイコーマートさんということで、はい、以上がこの商品の概要でございます。鑑賞タイムを取ってた時とか、かき混ぜた時に野菜が下に行っちゃったんですけど、ちゃんといっぱいあります。ちゃんといっぱいある。うん、野菜ちゃんといっぱいある。これエースコックさんのお得意分野ですよ。うん。これキクラゲもしかして細っこいの。うん、キクラゲだ。ナイス。うん、野菜何が入ってるんですか。あ、やっぱりちゃんぽんだけにポーク入ってますね。あ、チキンも入ってますね。ホタテエキスは入ってるって言っても原材料表示の後ろの方にあるんで結構少ないんでしょうね。キャベツ、人参、かまぼこ、キクラゲ、コーン。なるほど、承知しました。ありがとうございます。キクラゲ入ってました。嬉しい。ちょっと麺がへたるの早いけど美味しいです、美味しいです。本当に美味しいです。うまいね、ちゃんぽんスープが。うまい、本当に。128円のちゃんぽんスープとは思えない。美味しい美味しい美味しい。一番目立つのが魚介、そこに染み出してる野菜の旨味、うまい。うん、今日あんまりお話しすることないんですけど、これまた再生リストでセコマさんのブランドのところに追加しておきますので、でまたたくさんご支援いただいたセコマさんの盾方、ありがとうございます。これ順次セコマさんの再生リストに追加していきますので、ぜひお楽しみください。うめえな。昔ね、このチャンネルスタートした時にちゃんぽんのうまさがわからないとか言ってちゃんぽんロードとかって企画したんですよねいや美味しいよ、美味しいよ、うん美味しいと思います。はい。これ多分ケースで買っても後悔しないですね。あれば絶対食べちゃう、美味しいから。うん、はい、残りこれだけになりましたので一気にいただきます。大変美味しくいただきました。いや、これはお店が近くにあったら絶対リピートです。これ、このセコマさん商品を大量にご支援いただいたときにありがとうございます。全部パラレルはちょっと難しいんで、一個だけパラレルにさせてもらおうと思って、リサーチをして黒醤油にしたんですけど、その時点がカレーヌードルで、その次がこの野菜ちゃんぽんだったんですけど、カレーヌードルも野菜ちゃんぽんも美味しい。うん。黒醤油は、黒醤油はちょっとミスチョイスだったかもしれない。はい。ということで、大変美味しくいただきました。どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。はい、リスペクトタイムです。今回はエースコックセコマ野菜たっぷりちゃんぽんをいただきました。美味しかったです。セコマさんってもともとあれもこれもって追いかけずに、すごく狭い範囲をうまく攻めようっていうことで範囲を絞って商品出されるんですけど、そこがねうまくハマるとめっちゃ美味しいんですけど、そこちょっと外れちゃうと悲劇が起こるんですよね。この商品は素晴らしかったと思います。はい。で、もともとエースコックさんこのジャンルお得意ですんで、僕の好みにもハマったっていうことは多分あると思うんですけど、美味しかったです。本当美味しかった。
細いながらも丸葉でコシのある噛むのが楽しい麺と、それが美味しいまろやかなちゃんぽんスープに合わさって、そのまろやかなちゃんぽんスープの僕が感じた中では練り物から出てきた魚介のエキスですけれども、それがたっぷり、それから野菜から染み出た旨味がたっぷり、美味しかった。うん、ほんとこのぐらいの量だとお手軽だから、夜中とか目の前にあると悪魔のささやきですねこれね。夜中の2時3時ぐらいお湯入れちゃいますねきっと。はい、ということで、とても美味しくいただきました。どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。カップ麺リスペクトの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、それから皆さんの思い出のカップ麺、ご当地のカップ麺の情報などコメントでいただけるとありがたいです。今後ともよろしくお願いします。